めます。四季並美穂です。ここは青山1丁目の駅ビルの1階、赤坂御所も見えるおしゃれな場所にある振袖一番館青山店を訪ねてみたいと思います。富広という老舗の呉服屋さんが経営する振袖専門店なんです。こちら振袖が豊富にあるお店と伺って母と来たのですが、見せていただけますか？はい、ご来店ありがとうございます。有名ファッション誌とタイアップした振袖がたくさんありますので、どうぞ。私、店長の阿部と申します。では成人式のですね、ご希望のイメージをお伺いしたいので、こちらのアンケートにご記入お願いします。で今日ですね、ちょうどモデルヘア体験日になってますので、プロのヘアメイク呼んでますので、成人式本番用の髪型やってみましょう。はい、着物用ナップスタイルって七五三以来なのですごい楽しみです。お疲れ様でした。ではお母様の待っているお席へ移動お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お嬢様のご希望のイメージってありますか？綺麗、可愛い、かっこいいだと。綺麗かわいい系が、いや、お、ちょっとあれですね、綺麗かわいい系で、お好きな色は赤とピンクで。はい、はい、かしこまりました。はい、どうぞこちらです。こんなにたくさんあるんですか？青山店はですね、全員、成人式専門のスタイリストとして勉強してますんで、必ず今日好きなやつが見つかると思いますんで。ちなみにこの感じってどう思います？好きです。この感じです。お母さんどうですか？まあまあって感じ。こんな感じ。あ、なるほど、わかりました。綺麗可愛い系だとしたらこういうのも、あー素敵ですね。これはかなりいいリアクションで。じゃあここがですね、ちょっとピンクコーナーになるんですけども、あ、これは裾がグレーでちょっと大人っぽい感じのタイプ。あ、でもこういう色好きです。あ、こういう色好き。はい、こういう感じです。すごい華やかですね。そうですね、この赤がすごい好きです、私。うんうんうん、さっきのよりこっちの方が好きです。なるほど。お母様どうですか？の方がいいかもしれない。うんうんうん、これがちょっと気になってて、感じを好きな人だと好きな雰囲気ですね。はい、入った時からね、これ気になってたのよね。わかりました。じゃあこれもちょっと合わせてみましょうか。はい、ぜひ。やっぱりすごいですね、これ。こういう感じ。豪華です。はい。一旦着てみてもらっていいですか？はい、ぜひ。わかりました。はい。ちょっとこれお友達に自慢したいなって思いました。ありがとうございます。意識もこんな感じでいきたいなって思います。あ、よかったです。このお着物にもたくさんの意味があってですね、例えばここにある柄は七宝柄って言いまして、ずっと柄がこうついてるように見えますよね。はい、これは子孫繁栄を表すんです。へー。はい、ここの着物の柄もですね、ここも鞘形って言いまして、これもお嬢様をお守りする柄になってるんですね。なんで晴れの日に旅立つお着物になりますんで、本当にお母さんお父さんの思いがこもった着物なんです。素敵素敵、よかったね。振袖一番館青山店は立地を生かし、青山近辺の美容室でモデルや芸能人にも人気のアーティストやカメラマンが前撮り撮影会もしてくれるんですって。他にもこの振袖に合うバッグとお草履、冬の成人式にまとうファーを一緒に選んでもらいました。それから女性のコーディネーターの方からは、女性ならではの視点で髪飾りや振袖に合うネイルチップまでアドバイスしてもらいました。トータルプロデュースで成人式まで丁寧に案内してくれるみたいなので、初めての私にも安心です。さて、私は今日レポーターという役を忘れてお姫様気分を楽しんじゃいました。青山店のスペシャリストの皆さんに出会えて、運命の一枚を見つけることができました。一生に一度だけの大切な振袖体験、感動してみたい方にはぜひ振袖一番館青山店をおすすめします。振袖一番館青山店、お待ちしております。お待ちしております。